見ることができないカスミソウ、あとカラムシ畑の見学などイベント目白押しでございます。さあ、まあ、こういうことで私たちも応援に駆けつけてきたんですけれども、はい、私たち福島県の観光 PR 隊ということですから、はい、ちょっと福島県のものをちょっとご紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、さてでは何を紹介するのかといいますと、現在福島県では三大周遊企画というものが開催されております。福島県内を回って遊ぼうよという企画なんですが、今回はその3つを簡単に説明していきたいと思います。はい、さあまずは何からいきますか。まずはリアル宝探しイベント in 福島コード F8 です。はい、これはどのようなイベントかと言いますと、この地図を手がかりに、はい、福島県内33箇所に隠されている宝物を探すというリアル宝探しゲームです。おー、楽しそう。はい、でこの謎を読み解いて無事宝箱を見つけると、この後ろに発見報告状でスタンプを押してもらえるんですね、はい、でこのスタンプと一緒に何かがプレゼントされるんですけども、そのエリアによってプレゼントをしてもらうものが違うので、ぜひ参加して、何がもらえるかは参加してからのお楽しみです。いいですね、はい、でこのスタンプを集めると、はいはい、豪華賞品が当たる抽選に応募することもできます。そうなんだね、はい、でこの昭和村もコード F8 のエリアになっております。あ、そうなの。そうです。じゃあここにも宝が隠されてるわけなんですね。昭和村にも隠されてるので、ぜひ挑戦してみてください。期間は10月28日まで
ことをいいですね、はい、行っておりますので、ぜひ夏休みにもおすすめです。そうですね、はい、挑戦してみてください。夏休みになったばっかりだから、お子様、そして意外とこちら大人の方にも大人気で、そうです、ぜひ皆様に遊んでいただきたいと思います。さて次は、次は、はいはい、こちら花の王国福島、きびたんフラワースタンプラリー2018でございます。どんなスタンプラリー？これはですね、福島県内にある約200カ所、そして隣県の、栃木県、そして茨城県の、エリアの花の名所を巡って、スタンプを集めて応募していただくと、こちらも素敵な景品が当たるという企画となっております。まあ、福島県はやっぱり桜の名所も結構有名どころ多いですけれども、まあ、これから夏の時期だと、何、ひまわりであったり、そうだね、夏といえばやっぱりひまわり、そうですよね、あと秋近くなるとそばのお花なんかもね、そうなんだね、見頃を迎えていきますよね、はいはい、ぜひその福島県夏の花の名所を巡って、たくさん花巡りを楽しんでいただきたいと思います。こちらも期間は秋口まで、9月23日日曜日まで開催されております。いいですね、今から始めても全然間に合いますね。全然間に合います。ぜひこちらも参加していただきたいと思います、はい、さて最後は、お待たせしましたね、はい、さあで、私福島の酒の PR を担当しておりますジョーからとっておきのスタンプラリーをお知らせいたします、うん、ちょっと聞いてみようかな、はい、ちょっと会場にいらっしゃる皆様、お酒はお好きですか？ありがとうございます。もう飲んでらっしゃる方いますね。もうこんな暑い日ですから、もうビールなんて飲みたいじゃないですか、ね、じゃあちょっとね、会場にいるお酒好きの方、はいはい、ぜひこちらに参加していただきたいと思います。その名も福島酒蔵巡りスタンプラリー2018でございます。さあこちらも、まあ、フラワーとコード F8 と同じように酒蔵に行ってスタンプを集めていただきます。福島県内には大体60以上くらいの酒蔵、うん、ワイナリー、あと、まあね、ビールなどの作っている、はいはい、地ビール工場などもありますので、うん、そういった酒蔵さんたちが掲載されています。ぜひそちらの酒蔵に直接行ってですね、スタンプを集めていただきたいんですけれども、なぜ福島県で酒蔵巡りスタンプラリーが開催されているかと申しますと、はい、毎年1年に1回日本酒のコンクールがあります。その名も全国新酒鑑評会っていうんですけれども、その、日本酒のコンクールでなんと福島県6年連続金賞受賞数が日本一に輝いております。すごい、これはですね、もう私たち福島県民も大変誇れる、まあ、結果となりまして、しかも史上初の結果なんですよ。この昭和村の只町織の里の交流館の中でも、はいはい、で入ったとこすぐに金賞を受賞されたお酒がいくつか販売されておりました。本当に？そうなんですよ。ぜひね、帰りに見ててほしいですね。そう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 、ぜひお立ち寄りいただいて、うん、あ、これが金賞を受賞した日本酒かというふうに、まあ、見てもいいですし、もうぜひお買い求めいただいてもいいかなと思っております。さあそしてですよ、福島酒蔵巡りとあるんですけれども、もうちょっとよく見てみると、はいはい、道の駅とも書いてあります。実はこれ酒蔵スタンプラリーだけではなく、県内の道の駅にもスタンプが設置されております。これはまた酒蔵とは違うスタンプになりますので、ぜひ道の駅に行った際にはスタンプを集めていただきたいということで、いいですね、私も1個ここで押しちゃいました。そっかそっか、ここでももうすでに1つ集められるっていうことなんですね。そうなんですよ、素晴らしい、素晴らしいよ。あのフラワーちゃんのスタンプの隣に、あの道の駅のスタンプが置いてありましたんで、そうなんです、冊子もね置いてあったので、まだ持ってないという方はここでゲットして、まずスタンプを押していただける、そういった優れものです。じゃあもう今日だけでそのお酒というか道の駅スタンプとフラワーのスタンプ、うん、そう2つは集まっちゃう、ね、そうだよ。さっきそらちゃんも言ってたけど、コーダ F この昭和村で宝探しして、ここが発見報告書なんだよね。だから宝探しもできちゃう。そう、この三大周遊がここ昭和村でできちゃうんですよ。素晴らしくないですか？誰じゃないの昭和村なんですよ。だからね、私たちも観光 PR 隊として、これは皆さんにおすすめしないとと思ってちょっと紹介させていただきましたね。はい、こちらの酒蔵巡りスタンプラリーの冊子、まあ開催期間なんですけれども、来年の3月3日まで行っております。
ておりますもう長きにわたって楽しめるスタンプラリーとなっておりますのでぜひこちら酒蔵巡りスタンプラリーにもご参加いただきたいと思います。はい、ということで、今回ご紹介してまいりました3つの冊子はですね、先ほどお嬢様が申し上げてくれたように道の駅そして県内の観光案内所にも設置されておりますのでぜひ福島の旅のお供にこの三大周遊企画を通して福島県の魅力改めて発見していただければと思います。はい、ね、さあそんな魅力がたくさんある福島県、はい、お次に歌う曲はですねそんな福島県の魅力をギュギュッと詰め込んだコラージョ福島という曲です。そして実はこの曲皆さんと一緒に踊る曲なんです。振り付けもとっても簡単、こうやって下から手を広げたりコラージョ来てを4回1、2、3、4、これくらい簡単な振り付けなのでぜひ皆さんも一緒にマイたちを見ながら踊ってください。さあそれでは元気いっぱい参りましょうか。はい、いきますよ。コラージョ福島スタート。Yeah.
曲でございます。私たちの住む福島県の思い、皆様が応援してくださる皆様への感謝の気持ちを込めてお届けいたします。ご覧ください、笑顔の島。
皆様にしていただければと思います。そしてまた今度は福が満開福の島で再び皆様とお会いできることを楽しみにしております。以上、ハッピー福島隊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ハッピー福島隊の皆様に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。素敵な笑顔でハッピーを届けてくださいました。福島県の皆様も地元だけれども意外に知らないそんな福島の魅力発見する機会になったのではないでしょうか。株式会社愛情の持ち主です。羽賀建設工業株式会社から風味障子株式会社愛知営業所様、国東印刷株式会社様、門館浄化システム株式会社様、ネクアイス設備株式会社様、株式会社東コンサルタント工業の営業所様、株式会社星野様、株式会社ラッキー福祉事業所様。